いやちょいうんーら一段ですよ。今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちらのペッカ工場やっていきたいと思います。ってことで行きましょう。えー、このね、ペッカ工場なんですけどね。まあ、てか、ペッカがね、えー、今シーズンで強化されましたと。で、このね、ペッカのお供である、まあ、ザップっていうね、この呪文が、えー、もうすぐで、なんか進化するっぽくて。はい。ま、今シーズン、多分あと一週間後ぐらいかな。 に進化すするっぽいんですよでよそうするとね、ザップが3発出るようになって、まあ、ペッカの、ね、敵である、まあ、インフェルノターとか、まあ、インドラとか、まあ、進化スケルトン、まあ、あと縦線とかね、あとなんだっけな、ザッピーとかも確か溶かせるんですよね。そう。っていうので、マジで強いっぽいんですよ。そう、なので、あ、やっぱ。 で、このね、マジアチャも、まあ今までね、長年ペッカのお供として、まあ、連れ添ってたんですけど、まあ最近のね、下方修正によってね、まあ、めっきり、もういなくなっちゃったんですけどね、まあ、こいつも、えー、初撃がね、ちょっと早くなったことによって、まあ使いやすくなったと、はい、いう感じなので、まあペッカ工場のね、全盛期が復活するんじゃないかなっていう感じですね。まあ、特にこのペッカのね、射程が伸びたのがやっぱめちゃくちゃでかいですね、本当に。わー。 まあこれはキングキドはさすがにできるはずだけどいやー出すぎは <laughs> は盛り上がってんなおいさっこはマジアチャで貫いていってさあまあこっからでもね逆転できるのがねまあペッカ工場といったところでまあこのねペッ の射程が伸びてやっぱ特に攻めですねめっちゃ強くなりました本当にそうで、まあ、今回相手はなんだろうな、まあ、テスラスケアイスピなので、まあ、ここ1回工場飛ばしてオッケーでこれアーチャーとナイトをね1回ずつ出しておお強要してくるとでこれは宝石のね逆サイドに出したい で、これ次多分ここ左ホグ来る気がするんですけど、あ来ないんだ偉いなさあ、ここは一回、ペッカをケツから出して形を組んでいきます。さあ、このね、煽りキッズの鼻をへし折る時が来た。さあ、まあ次ね、進化ナイトと、そして進化アーチャどっちも回るんで、マジでね、無敵の攻めができます。で次、奉仕にはしっかりね、ポイズンをかましていこう。 よいしょ。コアポイズンっていきます。速っぽい。で、相手は逆サイドに出したんで、これ工場行ってあげて、はい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 。で、ここら辺でね。<laughs> 多分2本降りる気がする、これは。<laughs> OK。これで、うーん、あれはどういうことだったのかなっていう顔をしてあげながら、まあ、最後はグッドゲームと。紳士ですね。<laughs> これねやっぱ進化のターンに攻めるっていうのがね強いんですけどまあこのデッキの今の良くないまあいいところとしてはまあ普通にそうなんかま進化ナイト進化アーチャーでえまあこう攻めのターンがはっきりしてるっていうのがまあいいとこですねなんですけど良くないところがまやっぱペッカのまぁほにこのなんかねペッカといえばみたいなもう U のゴーストが入れたいんですよでもこのね進化2枠を入れなきゃいけないっていうね 今の環境で、まあ、進化1枠だったらね、正直、まあ、進化アーチャーとユーノゴーストでいいんですけど、まあ、なんか一番進化の中で合うのは、まあ、ナイトなんだけど、まあ、ナイト入れるとユーノゴースト入れられなくなるよねっていうので、まあ、ちょっと渋かったんですよで。それがね、進化ザップになることによって、もうその進化アーチャーと進化ザップでね、もうなんかやりたいことが全部できるんでね、マジでいいんですよね。さあ、これは、まあいい感じの時に引っ張ってもらって、 スタート。まあ、これはいいかな。で、ペッカを抜いたね、人気とかは結構タワーブラスターのことが多かったんですけど、まあ、ペッカはね、火力カードなんで、まあ、ペッカがいるなら、ま、ブラスターじゃなくてね、この普通のアーチャータワーでいいと思います。プリンセスタワーか。まあ、これはね、バルキーに対しては消すペッカしていきましょう。で、逆サイド来たら、低めにね、マジアチ置いて、両サイドカウンターみたいな。のが強いですね。 とにかくね、このペッカー上手い人はね、マジでケツペッカーガシガシするんで、相手がロイジェイとかでもしていくんですよね。で、こうやって逆にロイジェイに当てるんじゃなくて、ロイジェイとかを、こうやってね、低めの射程ユニットで守って、工場でカウンターするみたいな、こんな感じ。ってやると、なんかもうペッカーがね、勝手にこう攻めになって、勝手に両サイド攻めがね、完成するんですよね。でスケルトニアザップってあげて、これ見てください、左のペッカー。こっから殴るんだよね。マジです、このなんか、 空中殴ってる感じがする。え、えぐいぐいぐい。ワンチャンタワー降りそうな顔つきだった。さあ、で、ここでナイト咲きましたと。で、こういうときですね。まあ、ここはまあ、降られてもいいんですけど、まあ、これ、アド、4アド、美味しいですね。で、ここも右にね、ロイジェが来たら降られちゃうんですけど、関係ない。ケ、まあ、スペッカするんですよ、ここ。うまい人だったら。はい。で、来たら、まあ、これ、アーチャーで対応します。まあ、なるべくね、真ん中目に出しといた方が、両サイドね、攻めれるんでね。 こういう時も、左のね、タワーにこだわらずに、このね、両サイド攻める。これマジ大事ですね。で、これで、真ん中にないと置いて、もう完璧。見てください、これ。やばいでしょ、この形。で、こっちもマジアチュでね、ぶち抜いてあげて、にゃー、来ました。キングが折れちゃった。さあ、という感じでやると、マジで強いです。で、このデッキはね、ほんとに、ザップ進化が来たらね、より強くなるし、今すでに、ペッカはね、めっちゃ強い部類です。ほんとに。 で、今までペッカが一番ぶち壊れた時って、あのー、どんかれだろう。4、5年前かな。まあ、クラルはね、最近でもう8年になったんですけど、ちょうど。ほんと、昨とととかで。そうなんですけど、あのー、このね、なんか4、5年、ま、あ6年も行くかなぐらい。ま、あこういう時はね、もうペッカ行っちゃいます。6年行くかなぐらい前の時に、このペッカのね、射程が、今みたいに、その、なんか、 近距離の中で、は一番長いロング射程になその時が、えっと、まぁ、あ、ただそれにやりすぎると強すぎるからっつって、体力がね、確か7%とかだったかな。5%とか7%か分かんない。覚えてないけど、そのくらいちょっと下がったんですよ。で、体力が下がる代わりに、まあ、射程が伸びて、ちょっと早めに殴れるようになるよ、みたいな。で、当時は、なぁ、ザゲなよ、そんな射程なんか変わるわけねえだろ、みたいな。 体力は戻してくれよっていう声が多かったんですけど、いざ使ってみたら、めっちゃ強すぎて、逆によくなくて、すぐその元に戻ったっていうことがあったんですよね。そう。っていう感じで、まあ、これがね、ペッカの歴史なんですけど、で今ね、それがただ単に、まあ、ペッカが今結構ね、社会的地位が低いということで、あの、上がりまして、これがね、マジで強いんですよ、本当に。 前までだったら許されない強化だったんですけど、ついにですね。まあ、ペッカ最近までずっと不遇だったからね、誰が使うねんみたいな、本当にそのレベルの強さだったから、ペッカ工場、ペッカぬ抜,抜きみたいなさ、そういうデッキがすげえ多かったんですよ。そう、もうよくわかんないけどね、もうもはや。なんで、まあ、このね、ペッカの強化美味しいですね、本当に。ここはね、左許容して、ゴースト出して、まあ、これマジアチでいいかな。ペッカケツから入って、 守ってもいいんんですけどなんかね意外とプリンスに溶かされるんですよね、ペッカーって。なんで、これいってから、左にケツペッカいきましょう、これ。でナイトマジアチでね、相当エリクスをさくと思うんでね。はいはいはい。そしたらアーチャーで対応。れロケ砲までいってくれたらマジでありがたいけどなさすがにでしたと。これはまあ延命されるかもしれないんでね、ポイズン打って、 いや、素晴らしい。これ見て。これマジで完璧な形来た。さあ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 。で、ここは、さあ、これでも、右が入るね。オッケー。これはね、ロイゾイを完璧に守るのは無理なんで、ペッカとはいえね。なんでもうね、こういう時は攻めちゃいます。よいしょ。行きましょう。行っちゃってあげて、でポイズまで行っちゃう。おー、ロケット来た。 これギャングとかのね読んでザップ打ってジジイとああいう感じでね、このケツペッカー、まあ、特に進化のね、タイミングに合わせてやってあげると、マジで、このね、攻めが勝手に完成して、ずっとこっちのターンになるんですよね。でよりこっちがダメージをね、食らってない時にそれができると、より素晴らしいですね。なんか今ちょっとダメージ食らってたんで、ワンチャン攻め通んなかったら、負けるかみたいな感じだったんですけど、まあそれもね、なくなるんで、 序盤割とね、しっかりめに、ザップとかね、ガンガン裂いてもいいから、割と厚めに守るっていうのが大事。で、ペッカーを後ろから出すときだけ、ちょっと許容するみたいな。その心遣いが大事ですね。さあ、ゴースト行きましょう。まあ、これはどうだろう。よいしょ。いやー、キング起動したかったね。これ、ホグっぽいんですよ、相手。 なんで、ここはね、ナイトまで出してきたんで、これはね、マジアチャが、貫かれちゃうんでね、テスラで。これしかも、壊した後はワンチャン、これ、マジアチャが、いや、行くかと思ったけど、貫き、行かなかったっすね。うん。まあ、これはキング起動したいから、アーチャー犠牲にして、あー、ちょうどアイスピンをね、出してくれたので、ありがてぇ。てぇです。オッケー素晴らしい。 7コースト溜まったらペッカーでいいかな。でもね、ここでペッカー出してもね、これ1体ね、潰すと、キング起動してたら、スレスレでこんな感じで撃ってくれるんでね、大丈夫。セパウォールブレーカーはね、キング起動してたら、1体だけ潰すっていうのを意識するといい。おぉ、マジアチャ読みか。さあ、マジアチャ行ってあげて、俺、テスラぶっ叩たたき、あー、まあ、これが来るなら消すペッカーでいいかな。まだね、進化しきってないからな、なんか、まあ、ちょっと、 ちょっと血ぺっかしてもまあ通りづらいところではある、まあ、ただ流れは作れるさあここはまあちょっと帽子のぶち抜きが怖いんでまあちょっと一旦保険のね OKOKOK ここはちょっと待ちますでここでポイズン2でなんでかっていうと同時ホグが来た時にね進化カーチャーが出せないとあのー、めっちゃくちゃダメージ入っちゃうんでねこういう気遣いも大事です エリクサをちょっと残してからね。これ特に絶対に通らない攻めとかの時はそうしてあげるのが大事。よいしょ。いや、いいね。こうやってユニット残った時はケツペッカ行く。こういう時にホグ飛ばしてくれたらマジ最高っすね。進化カードで守っての両サイドカウンターができる。でナイトは基本的に逆行くのがいい。で、方針にはポイズン。あー、これ、だるいんで。 これ飛ばされてもいいから、よいしょ。いや、いいっすね。これ工場行って、真ん中、マジアチャ行って、オッケー、アチャセパまで行きましょうか、これ。いや、これマジでいいぞ。で、こういう時に、ナイトまで後ろにつけてもいいんですけど、一旦、ここは相手の神防衛があるかもしれないんで、こういう時はすげえ落ち着いてあげて、こんな感じ。はいはいはい、神防衛来ましたね。よいしょ。で、頑張ってるんですけど、これ守られるとするじゃないですか。おー。 でもね、守られたとしても今もう10ワードぐらい取ってたんで、このロケット防止をね、自陣で受けて、最後のフルカウンターで、絶対にタワーが折れるっていうね、この波状攻撃も大事。一回なんかね、光栄が全部、今みたいになんか、ポイズンザップペッカナイトみたいな、光栄が全部渋いみたいな状態になったら、あの、もう一回後ろから、ね、消すペッカをして、アドで、もうエリアドで擦り潰す感じの攻めもね、意外と大事だったりします。 めっちゃ解説しちゃってるわ。なんか、ペッカのさ、ことだとちょっと、なんか、プライドが出てきちゃうんだよな。<laughs> あんま良くねえかもしんないけど。ちょっとプライド出ちゃうんだよね。ペッカの俺は一味違うぞ、みたいな。なってしまう。まあ、そういうのもね、いいか。やばい危ねえケーキ行かれるかと思った。こういうのはね、マジアチャで直接受けてもいいんですけど、しっかり許容をしながらこうやって出す。逆サイドに出すとね、 このペッカに対して出してきたやつも、このね、マジアチャで回収して、まぁ今回アーチャーだったんで別にどっちに出してでも変わんなかったんだけど、これはいきましょう。よいしょ。さあさあさあ、入りますと。まぁ今みたいにね、このペッカをさっきの、ペッカをね、ナイトとかで守ってきてたら、このマジアチャが生きてね、もう一回このカウンターがしてできてみたいな、めっちゃいい感じになってたんだよね。 ユニットがいる方の低めに、こう、マジアチャとかね、アーチャーを出すっていうのが大事かな。さあ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 。まあ今じゃあね、結構ビジネスペッカなんて言われてますけどね。なんか本当に、すごい使ってた、ですよね。<laughs> いらねえかこの話 <laughs> おい、気づいたら、ほら、隙を与えるからさ、自分語りが始まっちゃうんだよ。みんなが隙を与えたのが良くないからね。 これ一旦出してはい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 うわーだるすぎるかでも進化アーチャーをねしばくことに成功したんでこれはマジアチャーのね角度を利用してしっかり進化ナイトでねいやめっちゃ素晴らしい防衛じゃないでここで焦ったっていいんですけどここにナイトペッカーとかでねぶち挟んでもいい形のように一見見えるんですけどこれねエリクサをめっちゃ割いてくれるところなんで そういうい時はこんな感じでしっかりね後ろから入るこれマジ大事ですでこれで左とかね攻めてきてくれたら最高いや攻めてこない偉いっすね相手はあーでもエリポンはマジで終わりの始まりこれはでエリポンとか出してきたらねほっとくとすごいなんかちょっと振り気味になっちゃうんでねこんな感じで攻め込んじゃいますゴーストまで行っちゃいますさあ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  でこれで、撃ち抜いて、やべ、ちょっと待って、ワンチャン折れそうか。待って、ペッカの射程が盛り上がってるか、これ。いや、強い <laughs> おい、マジでさ、これ最高なんだよ。ペッカがさー、マジで入っちゃいけねえってか、今までよりも2発ぐらいタワーに多く入る気がするんだよな。この射程だけでさ、こんなに変わるかっていう話なんだけど、 なんかそのタワーにたどり着く前のこの道中のさ、ナイトとかバルキーとかそのスケルトンとか、そういうなんかペッカを釣るユニットも殴るのが早くなるじゃないですか。だから実質なんかね、殴るのも早くなるから、な、ま、んか、攻撃速度強化でもあるし、なんかその、残りあと1ミリで殴ったのにみたいな時を殴れるから、ま実質体力強化でもあるみたいなところがあって、やっべえかこれ。 頑張れよ。あ、でも結構、あ、い,いてえか。<laughs> 結構耐えた方じゃないって言おうとしたけど、全然耐えてはなかった。さあ、これは逆サイド、捨てていきましょう。捨てていきましょうじゃない、攻めていきましょう。ボンバーね。進化ボンバーですか。で、これ、えっとね、アーチャー切破してもいいんですけど、そう、このスケバレ。 これに対してすげえ、あの、ノーダメージでね、こんな感じで完封できる。あー、これ来たらザップだね。完封できるね、有効なカードがマジアチャとアーチャーしかいないんで、意外とマジアチャ切った後とかは、普通のデッキ相手だったらね、アーチャースパー余裕でするんですけど、まあ、あの、スケバルとかバルーンがね、相手の時は、残しとくのも吉さそう、一回ケツないといって、 まあ何もしてこないんで、ゴースト。うわー、それめんどくさいんだよなーと見せかけて、貫いちゃいます。はいはいはい。これ職人ね。いや、いいよ。これはあちゃでいきましょう。さあ、来ました。問題のボンバー。あいつマジでやべえんですよ。ほんとに。でここで来たら、しっかり、ポイズン打ちます。 からの見てこれ。キンキ、うわおしゃキンキが。おしゃれキンキドウ出るかどうか,てか持って。進化ボンバーと進化ロケット方式終わってない <laughs> もう、ワンチャンこじ開け部隊だ。相手のデッキ。これどうしようかな。ここでキングキドウできるかな。ちょっとノックバックでかい。あー、てか待って。ジュアーが、あー終わった。ちょ、これはしっかりペッカをね、後ろから出して。いやもう、だるすぎるよ。 これはちゃんとね、マジアちゃんターゲットがね、バグったりしたら嫌なんで、ちゃんと撃ちます。で、ここもザップ。OK。いや、素晴らしすぎる。で、ここは、ワンチャンの、この、え、待って、気をつけ入ってないよね。OK、OK。いや、ここはちょっとね、ゴーストが、もし殴れなかったら嫌なんで、いや、ここももう一回ケツペッカいきますね。これ両サイド多分ユニット、OK、気をつけ出して、左も受けてくれたらマジで最高。いや、これ最高です。いや、ここ来た。ここはマジで攻め込みます、ここ。 で、アーチャー高めにちょっと出して、ロケット帽子をね、跳ね返すやつ出して、ゴースト行って、工場でね、竹取ってね、アーチャーで一回壊して、で、いいよ。で、ここはポイズンでぶちかまして、いや、マジでいい。見てこれ。アーチャー切った、アーチャーじゃねえ。斜め切った後なんでね、ここ、アーチャーつけて、ちょっと待って、このザッパ早まったかもしんない。いや、でも、さすがに、いやー 強いんですよこのね、波状攻撃、やっぱり。ペッカオタクの波状攻撃が効くんすわ、これ。よし、行きましょう。やっぱ生き生きしちゃうな、ペッカ使うと。これが強くなるってもう最高だよね。しかもやっぱユーノゴースが握れるっていうのが幸せすぎる。やっぱナイトはまじ義務なんですよ。だから強いんだけど、なんかその、ペッカ工場の何て言うんですか やっぱ古き良きみたいなのあるじゃん。あのペッカ出してゴースト出して工場からのユーノみたいなさ、あの動きがやっぱいいんですよ。ペッカ工場はで。このナイト型は強いんだけど、攻めれる時が、まあ、限定してるというか、このね、通常ナイトの時ってマジ攻めめちゃくちゃ弱いんで、基本守りからね、組み立てなきゃいけないんですよ。だからあのユーノゴーストのね、あの一倍タイムのノリノリ感は、あんま味わえないんだよね。 逆にあの終盤になるとねさっきみたいにその逆再進化ナイト作ってみたいなそのなんか黄金の形というかもう決められた流れがあるんですよねだそれに従えばめっちゃ強いんだけどでもやっぱさこういうデッキって自分からちょっと動きたさがあるっていうのがあるんでこれあーちゃいっ,っとくかうわーなんか出てきたやばすぎるはいはい いや、これちょっとなんか、ナイトで竹取れなかったらすげえ嫌なんで、ウィザードのダメージね、意外とバカにならないんですよね。さあさあいいよ。まあ、これもザップっとくか。受けるのめんどいんでね。さあ、OK、ケーいや、今んとこめっちゃいいです。で、ケツペッカー行くときの基本なんですけど、なんか、ユニットを何か出してから、それに対して出してくるやつに対して、あーまあ、こういうときはしょうがないですね。 でもこのペッカが出てきなかったら、一旦結合をして、ケツペッカを刺してからこっちがね、後にケツペッカをして、ペッカを自陣で受けるみたいなのは割と熱い。はいはいはい、はい。ファブを切ってきたんで、マジアチャ低め、いきましょう。殺腰に行かないといけます。いや、これ逆再攻めは美味しいね。やんば。 さあ、ただ、マジアチャが、いや、いい味出てる。OK。で、ここは無理にアーチャー追加とかしないんですよね。ここはそう。教科書で習ったケツペッカね。で、まあ、左攻めてきたら、言うのだけは許容してあげたっていい。と思いきや、これも、え、待って。やばいか。大丈夫かな。いや、大丈夫そう。で、ナイトつけて、右に、 いや、これポイズン打ってもいいんだけどな。攻撃止まるんだよな。ちょっと嫌だ、それが。よいしょ。さあ、これもう一回ね。これ今回は左。攻められたらまずいのが左なんで、左にケツペッカしていきます。オッケー。これペッカ咲いたんで、これアーチャーセパして、で、これゴースト、んー、ナイト工場かな。いや、渋いか。 ちょっとマジアちゃでね、ぶちかましができるんで、OK。いや、これいいぞ。あとは、スケと、はいはいはい。あと、ギャングね。いや、大丈夫かな。もう OK。いや、これいい。あと、ギャングぐらいしかない。さあ、GG ジージーと。素晴らしい。さあ、こんな感じでね、やると、まあ、めっちゃ綺麗に勝てます。これがね、マジで基本。ペッカ工場の基本中の基本の動き。 さあ、行きましょう。おもろいですやん、おもろいですやん。まあ、なんかね、進化テスラ、今、進化で出てるんだけど、なんかやっぱ、進化カード、今一番弱いのって進化アイスピなんですよ。で、えー、弱いところは、なんか性能ってわけでもなく、なんかその、攻めってヘボいっていうところなんですよね。やっぱ進化カードって強いやつらは、 まあ、進化アーチャーの前世紀とか、進化ナイトの前世紀、あと今だと、なんだろ、ボンバーとか、モールブレイカーもそうなんだけど、なんかやっぱ攻めが強いんだよね。守ってからの攻めとか、いうのが進化でできるのが、やっぱ強くて、そう。だけど、それがね、進化イスピは、まあ、できないんだよね。そう、だから、まあそうなんだけど、まあなんでスピ p の話になったかっていうと、 あのー、あいつ、なんだっけ、俺の中であの、テスラもね、結構同じなんですよ。多分性能は、テスラは、まあ、アイスピ p に比べても、全然強い方だと思うんですけど、その、攻めができない進化っていう時点で、だいぶ価値がね、なんか、へぼくなる気が、うわー、もう終わったわ。待って、これ、受けられたりするか。あ、やっぱ、これさ、マジアジアの位置終わってますね。やっちゃった。 これは一発キングに打たしてからナイトでいけます。まあ、キング余裕あるときはね、こうやって受けるとユニットがね、まあ、残ったり、事故が起こらなかったりするんだスです。で、まあ、相手今回ね、スパーキーなんで、ケツペッカはマジでしません。ケツペッカしてもね、スパーキーでぶっかまされるんでね。まあ、でも、ザップが進化になればね、あのー、なんだっけ。 3発打てるんでスパーキーにはマジで強くなりますねそこはちょっと受けがなさそうオッケーいやこれね逆サインに出るのはマジでおしいんですよでこれ右攻めてきたらシンカーチャーとシンカナイトとマジャーチャーで守るみたいな黄金の布陣ができるんでいやこれちょっとしょっぱいなよいしょ うわ、やべ、これザップくれた。うわー、ハゲちゃう、これ。やだよ、やだよ。ちょっと待って。俺、ペッカ工場で負けんのは嫌だな。やべ。ちょっと待って、これザップが遅かったかな。これザップ早かったら勝ってましたね、これ。ちなみになんですけど。やっべ、ハゲちった。ハゲちゃったよ。